後楽園のお化け屋敷はね、あのぐるなんか心臓がビートを打ってる電気がパッパッと赤くつくやつを持たされてさ、うん、でぐるーっと回ってで、あのほっとして出てくるわけ、うん、出ていったところにあの井戸があって上にあのすだれみたいなのがこうかかってるわけ、うん、でじゃあそこにあの心臓を置いて帰ってくださいって言うけど、だからその井戸のそのすだれのところにあの心臓の赤い心臓を置こうとこうすると、うん、中からパカッと開けてグッて、あれが怖いね、うわー知らなかったら絶対失礼しました。はい、ごちそうさまです。お待たせしました。お願いします。本日はお暑い中をご来店いただきありがとうございます。数あるラーメン店の中から特に当店をお選びいただきありがとうございます。お世辞までありがとうございます。本当にありがとうございます。マスターのとこもあれでしょ、2時ぐらいにもうやってないでしょ。もうね、あのね、うん、もう11時ぐらいから2時ぐらいでしょ。そうそうそう、よく知ってるね。だいたい来ると、あ、もう終わったんだなみたいな。そうそうそう、昔はあの遅く始めて長い時間やってたんだけど、うん、なんかお客さん来る時間やって早く閉めちゃおうと思ってさ、あ、なんかずっと立ってるのもなんか
大変なんでさ。そうだよね、うん、だってずっとやるよりはさ、そうそう、集中してやっちゃった方がね。前はね、やたらと忙しかったからね、忙しい時間やんないで暇な時間やったのね、失礼します。だけど今はもう暇だったから大丈夫だ。そう、一時期ほら、うん、出ていろいろ来たじゃん。そうそう、めちゃめちゃ忙しかったからさ。で、火曜日は休みでしょ。火曜日休み。それで大体いつもは11時くらいから2時くらいまで。そうそう、なんかいつもなんか撮影が入ってんじゃん。撮影は多いね。ね、ほらもうすぐ、この間なんか女優で、うん、なんか見たな、なんか撮影してること。あれ SNS で見てるとあの人の映像も入れるよ。あ、そう。なんかこうメッカなんじゃないの。そうそう、撮影の。だってさ、もうすぐ、もうすぐ潰れてなくなるんだからさ、今の人とかね、じゃん、取れなくなっちゃうよね。昭和ってやつが。正月？正月なんか。昭和。昭和。そう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 。昭和。昭和レトロ？だって俺なんかあれだよ。ここがほら、何？出前とかやってた時に、そうそう、俺小さい時来てたもん。そうなんだ。もうその時は人が多くてさ。人が多くてね、うん、すごいんだから、12人もいたんだからね。アジア系は変わんないけど、うん、態度が大きくなったそうだね。昔風の中華料理屋、中華そば屋行ってもないんだから。そうだよね、うん、やっぱりこう、なんて思い出したよね、うん、ずっと食べてた味とかさ。そうそう、しばらく1年も行かなくてもさ、やっぱり食べたくなっちゃうんだよね。昔はだってね、あの行みたいに毎日毎日食べる人は40人ぐらいいんだよ、うんうんうん、もう毎日毎日食べるんだよ。飽きないもんね、うん、そうそう、毎日食べてもね、うん、これスープ飲むと、これ日本一で出てくる。そうそうそう、子供の時さ、なんだろうなと思ったの日本一って書いてある名前の子、日本一じゃないしな。みんなうちのこと話すけど、ポンイチポンイチって言ったんだよね。ああ、そうなんだ、はい。あ、え、創業何年なんですか、最初で。創業縄文時代から始めてるからね結構長いのよ。すごいんだから。江戸時代そばやってたんじゃないの。もう奈良時代がね、結構感染症が流行って大変だったんだよじゃあ今もうやっと2代3コロナ来ても大抵あれじゃないね。そうだよ、慣れてるから。なんかさ、あの桓武天皇のなんか松平の平清盛がやったことなんてさもう感染症が京都で流行ってみんな東京まで来ちゃってさ、新幹線があったんでさ、で出前も多かったもんね。出前ばっかりだもん、うん、1つの会社に100杯とかさ、40杯とか50杯とか、なんかうち出前が10人もいるからさ、1人が10杯ずつ持って1回行ったら100杯だからさ下手な店の1日分だから。そうだよね。1000円で500円ね。はい、どうもどうも、ごちそうさま。はい、お気をつけて。いただきましょうわ。お元気で。どうも。すいません、あ、無理そう。